今年ももうすっかり秋ですね。台風対策万全エージェントレミリアさんです。今年も現状維持で終わる予感しかない妹のフランドールです。こんなことより PTS のフェーズ2で、あのストライカーバトルギアさんがまた強化されたらしいんで、今回は軽く触って適当レビューする回です。ブルパト3っていつ強化されます？ブルーパトリオットは過去に回復性能強すぎて運営に嫌われたんで二度と強化されません。マッシブの逆鱗に触れたら永遠に復帰できない独裁政治。その点このストライコーさんは頭マッシブの寵愛を受けし火力ギアセットの代表取締役みてえなセット装備なんで、今後も生かさず転がさずの微妙なラインで調整され続けるんで安心してほしい。逆に壊れ調整されたら即ナーフ終身刑になるんよ。ともかくこの4セット効果のストライカーギャンブルが大幅変更され、1スタックごとの武器ダメバフが 0.5% から 0.65% に、最大スタック数も50から100にウプ。ただしバフの計算式が以前は乗算方式だったものの、このアプデで加算方式に変更された模様。とはいえ 0.65 が100スタック溜まれば武器ダメ 65% アップされるんで、普通に超強化には変わりないやで。ただしスタック数が増えると、秒間あたりのスタック減少割合が増えるみたいなんでそこは注意。そしてリュックタレントのリスクマネジメントをつければ、1スタックあたりのバフ量が 1% になるんで、100スタックで武器ダメプラス 100% の強化力。これ普通にやべえやつ。で、上着の方の固有タレントはどうなんです？上着のプレス&アドバンテージは、スタック数を100から200に上げるって性能。じゃあユックと上着合わせれば、最大武器ダメプラス 200% まで漏れるようになるってことっすか？やばない。ただこれハートブレイカーの時も使って思ったんすけど、バフスタックって100貯めるのもかなり大変なんよね。確かにハトブレの100スタック貯めるのにも、フルオートショットガンの ACS10 に使わないとかなり辛い現状ですから。今回わしは ACS10 に使わないんで、上着はオブリテレート付きのベルストーン使ってます。これはユックと上着の選択で、使用感かなり違いそうっすね。ユックなしでも悪くない火力なんで、いろんなビルドできるかも。膝にはエンペラーガード採用で、上着と合わせて自動回復 2% 確保。ただエンペラーは DZ 限定装備なんで、ここはひとしきり高いっすね。ネームドキャッシュからも出るんで、カウントダウンのポイントでネームドキャッシュ開けまくるんや。まあ今回はお試しビルドで済んで許してください。でメイン武器には久々のベクター 45ACP。バフタメが重要なギアセットなんで、武器は連射レート高いものをおすすめ。武器タレントもクイックハンドでリロード速度ウプ。サブ武器は定番のスコーピオで、スペシャリゼーションはテクニシャン。今回赤森気味でハンタテ使うんで、スキルレベル上げて少しでも硬くしておきたい。そのハンタテはスキルクラス4で、HP340万くらい。こんくらいあれば難易度ヒロイックなら十分な硬さ。コア特性にもうちょい矢を持ってもいいかも。もう1枠はいつものリバイバーハイブ保険。今回自動回復もそこまで持ってないんで、リバイバーさんのお世話になります。最後に恒例のステータスチェック。メイン武器が SMG なんで、クリ率確保しやすい分、クリダメも 140% 近くまで漏れてますね。こっからストライカーのバフで火力上げてくんで、十分な数値じゃないの。防御面の方はアーマー121万に、自動回復は2万8000とやや心配。アーマー回復面に不安はありますが、そこはハンタテとリバイバーでなんとかしてください。まあ火力で押し切るギアセットですんで、新生ストライカーの火力を信じろ。ってことで PTS でお試しプレイ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。と思ったのですが、今回テスサバ人口が少なすぎてマッチングしなかったので、みんな大好きリンカーン記念堂ヒロイックソロになりました。言うてテスサバもフェーズ2なんで、プレイ人口が壊滅的に少ない。いつものラパーティーでのプレイがメインなんで、これはちと立ち回りわからんかも。最近ソロプレイほぼやってなかったんでいいわけ。ともかく何も考えずに目の前の敵をガンガン倒してけば、ストライカー4セットの性能がわかりますんで。了解、そういうの得意です。危なくお釣りかけとるな。当たらなければどうということはない。当たってんだよな。ともかく今んとこ敵が柔らかすぎて火力高いのか低いのかよくわかんないです。正直バフ溜まる前に敵溶けてくんで判断に困る。ただベクターのプルルル感がいつもよる。なんで撃ってて気持ちいいです。ストライカーの3セット効果で連射速度も 15% アップしてるんで、高連射ベクターがいつもよりさらに高連射に。連射速度の速い武器ほどスタックも溜まりやすいんで、ベクターはストライカービルドとは相性抜群。汚いな、さすがベクター汚い。ベクターを強いと感じてしまってる奴は本能的に長寿タイプ。新生ストライカーの強さを見れないまま、次のエリア成功。ここは割と雑魚敵まとめて出てくるんで、バフタメチャンスです。ストライカーのスタックゲージも、
ここで初めて満タンまで到達。おお、この敵溶けてる感いいですね。ベクターの高レート連射でクリダメージ一つ50万近く出てるなら、十分効果力の部類だと思う。コア特性赤さんとは思えない瞬間火力。しかし一番大事なのは、黄色タンク兵相手でも通用するかってところ。しかもここのタンクはグレネード撃ってくるんで、中途半端な火力だと倒しきれない相手。いけいけ、新生ストライカーとベクターのゴリ押しよく信じろ。やばいし塗る。誰だよ、いけっつったの責任とね。全てあなたの自己判断です。縦割れしてもカバーから最後のダメ押し連射。おおええやん。さらに残った奥のエリート兵もゴリ押し力でしっかり倒しきる。やっぱバフ100スタック溜まってると、いい火力出ますね。これはストライカー3影響かもらったんじゃない？タンクやメカ犬といった体力高い敵相手だと、バフも100まで溜まりやすいんで、自慢の効果力を発揮しやすい状況。タイマンなら正面から立て構えて打ち合っても勝てるんで、爽快感あります。ただ逆に言うとバフが溜まるまでは火力出ないんで、スロースターターなのが難点。難易度ヒロイックなら火力足りなくて困ることはないけど、敵が柔らかすぎてバフ溜まりにくい場面も。特にこういった敵が散らばってるエリアだと、バフを切らさないよう走り回って打ち続ける必要あり。こうなるともう盾も閉じて、ラン&ガンスタイルで倒しまくった方が早い。連射速度とリロードの速さで、移動打ちもやりやすいのはこのビルドの長所。ただこういったプレイはパーティーだと味方の射線も塞ぐことが多いんで、ソロプレイ時だけにしといた方がいいですよ。その辺は周りの空気読んでね。なんやかんやでラスボス部屋到着。ここはネームド3体出てくるボスラッシュあるんで、新生ストライカーのバフ火力を存分に発揮できる最適な狩り場。ネームドが程よい硬さでストライカーバフのスタック100を貯めやすいんで、いい感じにあれできます。1ミリも伝わらない抽象的な解説。ちょっとお前ら足早すぎやろ。ブルーサンズの強靭な脚力にエイムが追いつかない。ガガバップ破壊からのビリビリ高速で、存分に鉛玉をプレゼントしますね。これでストライカー100スタック貯金完了。あとは雑魚敵処理しつつ、ラスボス降りてくるのを待つだけ。50スタック以上になると毎秒のスタック消失が3に増えるんすが、体感そこまで急激に減る印象はないですね。と言っとるうちにボスの火炎放射タンク兵降臨。こいつは無敵バフかけてくるんで、先にバックパックに下がってる装置を破壊する必要あり。の前に邪魔な紫兵を真っ赤撃破。ストライカーバフマックスなら、ヒロイックソロのベテラン兵はワンマガで余裕っすわ。あとはラスボスも溶かしてやりづらつい。アーマー自動回復はそこまで漏れてないんで、ボス相手なら慎重に行きましょう。ともかくカバンの装置を破壊せんと。縦オープンから無敵装置ブレイク、今です。オッケー、今こそベクターブルルシュントケスト、間違え、ベクターブルル、シュントケストライコやで。ともかく100スタック状態だとエグい瞬間火力出ますね。ネームドタンクも溶かせるのは非常に気持ちいいです。これどうもつけて200スタックにすると、相当な火力お化けになる予感。ただスタック100貯めるのも大変なんで、ACS12 は必須になってくるよね。敵もある程度硬い難易度レジェンダリーや、カウントダウンなら輝くかも。ってことで新生ストライカーがいい火力出ますので参考までに。ただこれテスサバでの性能ですんで、本サバ実装時には変更される可能性もあります。ちょっとやりすぎな感じもあるんで、もう少しマイルドな性能になるかも。じゃまた次回。